他の診療院の岡野です、えー、PBM から読み解く、えー、東洋医学概論ということで4回目やっていきますね、えー、前回は3回目で、えー、人と自然についての見方というお話をしていたんですけれども今回4回目は人体を小自然小宇宙と見るというお話ですねまずは教科書から読んでいきます、えー、人の生命体を大自然 大宇宙の一環として捉える見方に基づいて一環っていうのはですね、まあ、全体のつながりの中の一部というふうに意味ですね大自然の一環として捉える見方に基づいて東洋医学では人体の内部の仕組みも一つの小自然小宇宙として考える人体のそれぞれの臓器組織あるいは器官は皆異なった 機能を持ちながら同時に全体として有機的なつながりを持った一つの自然かっこ宇宙のような統一体を成していると見る人体の統一性を作り上げている中心は5像でそれにロップが配置され経絡系統が内は増布に属し外は施設をまとう役割を果たして 全体として統一性を持たせているということですね。まあ、今、えー、文章で書かれていたことをですね簡単に図にしてみました。まあ、大宇宙と大、えー、小宇宙と大なる宇宙を自然とすると小なる宇宙は人間ですよということですね。でこの2つっていうのは、えー、関連があって影響し合って全体のつながりの中の一部ということで。 えー、この大小宇宙は大宇宙の一環であると、えー、人間も自然の一部ですよということを、えー、言っています。で、えー、それをどういうふうに捉えるかということですねこの大宇宙自然の仕組みとこの人間というのは同じ仕組みで、えー、働いているということが言いたいんですけれどもそれをもうちょっと具体的に見てみましょうということですよね。まあ、これ地球と 大自然というのはある意味地球というふうに考えるとすごく、えー、イメージしやすいかなというふうに思うんですね地球には緯度軽度っていうふうにありますけれども縦を軽度で、えー、緯度いは、えー、横の軸ですけれども横軸を楽というふうに考えると縦の軽度横の楽で、えー、この地球っていうのは結ばれていると、えー、考えていただくといいんじゃないかなと思いますね。 えー、楽の流れとあ楽の流れと、K、の流れとで、えー、3つに分けると上の方を天と真ん中の方を人と下の方を地というふうに考えると結構面白いですねで地球の中心の部分というのが陰でその外側の部分というのは陽というふうに考えてみましょうそれを人間に当てはめるとこういうふうになります一番中心の一番深いところ人間の一番深いところにあるものが五臓とでその周りに えー、位置するのがロップでその5像と六部に属して、えー、この施設っていうのをこうにま,まとわりついてるわけですねこれが経絡系統でですすよという考え方ですねどうですか結構なんかリンクしてるような感じしますよねこれがこう人体を小宇宙と、えー、見るという考え方になります。で この自然と人間っていうのは関連があるよっていうところなんですけれどもこれっていうのはですねこの地球とか自然っていうのは四季春夏秋冬ですよねそういうのともやっぱり関連性があって人間の体とかっていうのもその四季に折々の体の在り方っていうのがもちろんあるという考え方であります。ででそれをすね 春夏秋冬季節っていうのは自然でいうところの時間の流れっていうのも合わせて考えていただくといいかなというふうに思うんですよねで、そこのところが PBM から読み解く部分になってきますプラスボ効果に基づく治療という視点からいてこの大自然とこの人間っていうのの関係性をどういうふうに見ると えー、プラセボ効果に基づく治療に応用できるのかということをちょっと考えてみたいなというふうに思いますまあ医療というよりもです、ね、むしろあの姿勢観とか人生観とかそっちの方にですね、えー、より、えー、関係が、えー、出てくるかなというふうに、えー、思いますねちょっとこれまず消しますねそうあのー、やっぱり人生観とかまあ世界観とかですね姿勢観とか、えー、そういうのっていうのはやっぱり自分の えー、健康観とかですねそういうものとも関わってくるんで、えー、治療とか医療とかそういうものにも深く関わる、えー、価値観になってきますよねまずはですね、えー、短い一番短い単位で1日というものを考えてみたいと思います、えー、1日っていうのはまず日が昇って朝になりますよねで、えー、日が 一番高いところ、昼になります。で夕方になって日が沈んで夜になるとでまた日が昇って朝になるっていうのが一日の流れですよね。で次1年1年のえー、流れっていうのはまず春が来てどんどん暑くなって夏になって。 肌寒くなって、えー、秋になって冬となると。でこれを、えー、一生の中でですね人の一生っていうのがありますよね。これも、えー、吉田松陰っていうですね幕末の志士がいたんですけれどもその人が、えー、晩年に、えー、言ってました。人の人人人ののの生生生どんなにに、えー、短い人生だったとしてもその人生の中に 春があって夏があって秋があって冬があるとでどんなに長い人生でもどんなに、えー、短い人生でもその中に、えー、四季っていうものがあるんだっていうそういう考え方があるんですよねだから一生の中でも生まれた時が生まれてから、えー、成長して大きくなるまでが春とで成熟して衰えていき晩年を迎えると。 いう感じで一生の中でも春と夏と秋が冬があるという考え方ですよねまあこれっていうのはおそらくですねこういう、えー、天神合一思想から基、えー、づく考え方の一つなんじゃないかなというふうに考えるんですけれどもでこれをもっと、えー、広げてみたいと思います世代世代ですね春の世代の次は 夏の世代が来て夏の世代の次は秋の世代そして冬の世代があってその次また春の世代が来るということを言えると思うんですよね。でもっと長い時間、えー、のスパンで考えると時代っていうのもありますよね。春秋戦国時代というのも言いますけどねこれはあの春秋はまたちょっと違うと思うんですけども春の時代の次に 夏の時代が来て、夏の時代の日に秋の時代が来てそして冬の時代が来てさらにまた春の時代が来ると。で、えー、地球の、えー、歴史を考えてみても、えー、氷河期が来てその後と氷期になって。 気温が上が上っていきますよねまた氷河期になって気温が下がってまたか、えー、氷期が来て気温が上がっていくってその繰り返しがあるっていうことを皆さんご存知かなというふうに思うんですけどあれはある意味春夏秋冬というふうに考えてみのも、えー、おかしくないかなというふうに思うんですよね。というふうに思うんですよね。例えばですね、えー、日本の歴史でいうと、えー、幕末にかけて江戸時代からの、えー、後期から幕末にかけてが、えー、時代が停滞する冬の時代だとしますよね。 で幕末から明治の初期にかけてが、えー、文明開化でこう春の時代になってきますよね。で、えー、大正時代っていうのは景気弱かったんで夏の時代になって、えー、昭和の。 初期から戦争に行くまでにかけてっていうのはデフレがあったりとか世界恐慌がありましたよねだからそこがこう下り坂の秋の時代で終戦になって冬が来るとだけど高度経済成長に至るまで、えー、その世代は頑張ってまた春が来て、えー、バブル崩壊までが夏になっていってという感じでですねそう考えてくるとこう私たちの生きる時代っていうのは、えー、長いスパンで見ても こう春夏秋冬っていうのがあるというふうに考えていただくと結構面白いんじゃないかなと思うんですよねでそう考えると今私たちが生きている時代っていうのは春なのか夏なのか秋なのか果たして冬なのかっていうところを自分なりにですね考えていただきたいなというふうに思うんですよねで、えー、もし例えば私たちの、えー、生きている時代が冬なんだとしたとか秋なんだとしたっていうふうに考えていただくと今、ま 私たちの生きている世代の前の世代というのは夏だったのかどうか秋だったんだろうかって考えていただきたいんですよでその季節その時代から受け継いできたものっていうのは何だったんだろうとでまた今例えば冬の時代だった場合次種をまいてですねその種が芽吹く時が私の次の私たちがいなくなってからの世代がその種の芽吹いた え世代なわけですよね。ですね。その世代に向けて何を残していけるんだろうっていう風に考えて自分の生きる道っていうのを考えるっていうのがある意味え自然の中で私たちが生きるということに繋がっていくんじゃないかなということが言えると思います。まあ、自然との一体感っていうのをえとか時代との一体感っていうのをですね考えていただくとえ私たちの 人生とか自私たちの生きる、えー何ですかね、アイデンティティとか自己実現という意味で言うとと自自分自身とは何者かっていう話になってきますよ、ね、でそういう意味で言うと自然の一部であるっていうそういう時代の一部と一員であるっていうふうに 考えていただくと自己肯定感自分っていうのはこういう存在なんだっていうふうに、えー、自分を肯定できる方向に行くんじゃないかなと思うんですよねそういう意味で言うとやっぱり、えー、自然の中のたった一人の自分っていう意味で言うと、えー、自然のへの恐れっていうのも出てきますし、えー、自然に対する感謝の気持ちっていうのも出てきますよねそういう中から、えー、原始的なところで言うと自然崇拝っていうです、ね、考え方も生まれてきただろうということが 言えるかなと思いますだからそういう中で、えー、考えていただくと、えー、私たちの、えー、人生観とかそういうものをですねある意味明確に持ちやすいかなと思うんですね。でそういうものを持っ,持ってるか持ってないかによってそのプラセボ効果の出方っていうのは随分変わってくるんですよね。でその自分の人生観っていうのを肯定的に持てるかそれとも否定的に持ってしまうかっていうところでプラセボ効果と出るるか。 逆にのせぼ効果とととしして出て出まうかというかいころも、えー、あるんですよ、ね、ですので肯定的に自分たちの人生っていうのを、えー、持つというふうな、えー、ことで言うとやっぱり自然の中の一部というふうに、えー、考えていただくと自分の人生っていうのは自分だけのものじゃなくて、えー、みんなとの一体になって、えー、あるものなんだっていうふうに考えていただくとですねむやみやたらとこう自暴自棄になることはないんじゃないかなと。 いいいううこととも言えるかなというふうに思いますそういう考え方を持っている人の方がおそらくですね、えー、例えば病気になった時にこの病気っていうのは自分にとってはどういう病気なのかってことを考えると思うんですよね。ですんでその病気に対してどういうふうに向かっていけばいいのかどういうふうに付き合っていくかっていうところも、えー、治療の上ではすごく大事なところだかなというふうに思います。ということでですね、えー、今回は えー、この人体を小自然というふうに見た場合、えー、大自然の中の一部と、えー、小自然はですねつまりこの自然の中の,、えー、一,部の一部としての、えー、人間というふうに考えていただくと意外と人間というのは、えー、ちっぽけなもので自然からいろんなものを、えー、いただいて生きているとで。さらには え生きてる今までの歴史から言うと今私たちが生きてる時代っていうのはその一瞬だけのためにえ自分だけのことを考えるよりかはこのからえこの時代を引き継いでいく世代のために何ができるかなっていうふうに長い広いスパンで自分の人生っていうのを考えていった方がえ自分の体とかえ心とかですね次の世代に向けてっていうことを考えながら。 生きる方がおそらく医療とかそういうものに関しても奥を深く考えていけるんじゃないかなというふうに思いますのでそういう問題提起をして今回は終わりにしたいと思います。